こんにちは、アスカです。今日はですね、ガチャガチャをなんと6回してきました。過去最高。今まで3回とか4回だったんでね。はい、ってことで開封していきたいんですけど、その前に今日のあるある。方向音痴は同じ道をぐるぐるしがち。あるある。じゃあまず同じ種類を2個したやつから開けていきて、どれだったっけ、これです。1個目ワンピ飯でございます。かわいい、見たことあるのがいっぱいだと思ってまず2回回しちゃいました。私みずみず肉美味しそう。はい、どれが当たったかと言いますと、ギッと銀に対してピラフが当たりました。最初のシーンです。このチャーハン美味しそうです。真似しようとしたぐらいです。海鮮高いんでね、諦めたんですけど。スプーンとコップ、水かな、ついてます。はい、じゃあ2個目は何でしょうか。はい、ガチャガチャあるある、同じの。可愛いから保存用と身につけるよ。鑑賞用で取っときます。取っときます。ありがとうございます。3個目は手のひらホームシアター。テレビや周辺機器を付属のケーブルで接続できるサウンドバースピーカーセットか、スピーカーセット、ブルーレイレコーダーセット、テレビ台セット、テレビがいいな。どれが当たったかと言いますと、テレビ台、手で見える、テレビ台セットでした。これがテレビ台、これが付属ケーブル。これちゃんとケーブル刺さるんで、すごい細かくて可愛いですね。はい、次はですね、おにぎりだけ入れて、コンビニおにぎり専用ミニリュックマスコット。鮭、シー、チキンマヨネーズ、からし明太子、五目、オムライス、全部好きです。もう一番好きといえばシーチキンマヨネーズですかね。はい、これのからし明太子が当たりました。ほんとにちっちゃいリュックになってる。抜き方のあれまでちゃんと印字されてて可愛い。中身はご飯色です。なんか昼ご飯とか持っていくときに入れていこうかなね、小腹が空いた時用。はい、可愛いでした。5個目はにゃんこパン屋さんに、パン釜セット、ハンバーガーセット、クリームチーズデニッシュ&くるみパンセット、メロンパンセット、ベーグルセット、いちごメロンパンセット、パンの包装セット。これも可愛いです。のどれが当たったかと言いますと、はい、プレーン&ブルーベリーベーグルセットが当たりました。こんな感じ、可愛い、なんか連結パーツもついてた。ここ下に連結していくパーツもついてました。可愛い。早くあのガチャガチャ専用の棚買わないと。次、最後はですね、リトルマーメイドダブルスイングフィギュアの、くるみパンプラスお皿か、ハチミツエトランゼトングか、イギリスパンスノコか、ダークチリアンドトングか、ひがまバケットサンドお皿か。どれが当たったかと言いますと、
シガマバケットサンダーの皿が当たりました。それがですね、こちらでございます。めちゃめちゃパンがリアルなね、リアルななんかパンの焼き方っていうんですか、かわいいカバンにつけよう。はいはい、今日ガチャガチャしたラインナップでございます。食べ物ばっかりですが、どれも私のお気に入りです。これもう一回しよっかな、別のも欲しい。これかわいいけん、またやろう、全部やろう。贅沢